ご視聴ありがとうございます。今回はハンキングの植え方を教えてもらいたいと思います。社長お願いします。いつもご視聴ありがとうございます。開花園の三國です。まあ、今回はちょっと皆さんに、まあ、変わったっていうかね、ちょっと皆さんにもやってみたいなと思うようなの、まあ、初心者向けよりも中級向けの寄せ植えっていうのをしたいなと思います。で今回、使用するものはこういうぶら下げるタイプ、皆さんこう床置きでなくて天井からぶら下げるタイプ、まあ、よくね、まあ、ホームセンターさんとかでもこういう風なの売ってられると思うんですけど、これに寄せ植えするちょっと中級レベルの、寄せ植えの方法を お伝えします、はい。で必ずね購入された時にこれを吊るす時のこのねワイヤーとかねこういう鎖っていうものが一緒になって付属されてると思いますけど、最初はこれ使いません、植える時にはね。でこれはそのままどっかにこうねそっと置いておいてください。でまずこういったものを用意します。はい。で、購入されたらここにどんな植物を植えようかなって皆さん考えるじゃないですか。でそこからまずスタートします。で植え方は二の次三の次です。やはり植物選びっていうのが大事なんでね。でまあ園芸店さんとか、まあ、ホームセンターとかに行かれたら、どんなものを選ぶといいかって言った時にやはり垂れ下がる、もしもこれにね上かこうで 上にフックをつけてブラーンとぶら下げると、まあ車庫でもいいんですよ、とかこうね出てるパーゴラでもいいんですよね。まあパーゴラとか持ってるんだったらパーゴラからこうぶら下げるとすっごいおしゃれなんですけど、意外とねこう低いところに皆さん飾らないじゃないですか。で皆さん多分ね上の方にこうね自分の視界よりも上の方に置くと思うんです。それがまあ同じかちょっと下、一番下に置くやつっていないと思うんですよね。鎖をダーッと長くしてね、多分ね一番綺麗に見せる方法ってね、多分目線よりもちょっと下のところが一番綺麗だと思います。目線高すぎるとここしか見えないんで ねここの分ここの分こういったところに飾る と、ここしか見えないじゃないですか、上見えないんですよね、はい。でそういうの生け方、まあ、生田の里とか行くとね上の方にこうぶら下がっててダーッと流されてる、あれってやっぱすごい水やり大変なんですよ。上の方にあると水届かないホースが。で一番いいのはやっぱり目線よりもちょっと上か目線もしくはちょっと下っていうのが一番いいんです。そこをイメージしてください。でその時に選ぶ時に植物ね、上にガーッと伸びる植物っておかしいじゃないですかね。だからやっぱり垂れ下がるもの、垂れ下がるものもしくはコロンとなるタイプ、コロンとなるタイプね。でその見分け方を今回説明します。まあ、例えばまあ皆さん園芸店、まあ、買い替えのうちの店とか来られてこれに飾りたいなってまず決めます。もうこれは決断です。これに植えようって決めます。で、あ、垂れ下がるものを選ばないといけないなと思った時に植物を観察してください。で、まあ、例えばこれグレコマっていうのね、グレコマっていう植物です。見ると分かる通りほら下がってるでしょね。こういったものを選びます。これグレコマね、あ、これギシマキアっていう植物です。ピン立ってる、はい、ね、ギシマ、これは見ると下がってるでしょ、ダラーンとね。あ、で、うん、アイビー、ほらアイビーでもいろいろあるんですよ。上に上がるものと下がるものとあるんでね、アイビーほら下がってるでしょ、ダラーンとね。とか例えば、トレニアのコンカラ、トレニアのコンカラっていう植物なんですけど、コンカラほら下がってるでしょ、ほら、はい、タラーと ねとか、例えば、ヘミジギアっていうんですけど、ほら見るとほら下がってるでしょ、なんとなく下がってるでしょ、うん、ほら横から見るとグルーって一周するととか、ね、例えば例えばカメルーンデイジー、ほら横こうね上伸びてないでしょ、こうちょっと横に行ってるでしょ、こういったものをまず選んでいくんですけど、その時のポイント、
いくつか、例えば5種類の植物を植えてもいいです、ね、いろんなものを入れてもいいです。で、いやちょっと垂れ下がるのばっかり嫌だな、ちょっとコロンとしたいものも入れたいな、なんとなく分かるでしょ、これ上伸びないってコロンとなるタイプ、ね、これチェッカーベリー、コロンとなるタイプです、ね、とか、ね、これも上伸びないって、これベアグラスっていうやつね。なんか上伸びないって分かるでしょ、コロンとなりそうになってるのね。こういうものを選んでいきます。そしたらあとは葉の色とか葉っぱの形が違うものを選んでいくことなんですよね。同じものの流れ、例えばこれやったら細長い葉っぱのものをいろんな選ぶと何植えてるか分かんなくなる。でやっぱり色の濃淡をつけることによって、あ、いろんなお花が入ってるんだなっていうことに気づくわけなんですよね。だからポイントとしては葉っぱの形が違うものね、形ね。で次に葉っぱの色が違うもの、共通するのは垂れ下がるもの、不安とするものだけポイントとして押さえておけば何を選んでもらってもいいです。はい、ということでちょっと今回プロ向けに4種類か5種類こちらです。今回はプロ向けですか？プロ、中級向け。中級向け、中級向け。プロはやっぱハンキングは一番難しいかな、うん、ハンキングっていうのは壁にペタッてつけるやつは難しいから、それはまた今度お知らせする、ね、でこれなんで選びました。今回ね、選んだのはグレコマ蓋ポッと、リシマキア蓋ポッと、3ポットでもいいですよ、ね、カメルーンデージー1ポット、トレニアコンカラー1ポット IB1 ポットチェッカーベリー1ポットヘミジギア1ポットです。え、そんなに全部だから中級向け、あんまり僕は寄せ植えはあんまりおすすめしない。一番いいやり方はグレコマ33だけとか55、2種類が一番いい。で2種類で植えていくのが一番作りやすい。はい、でもみんな欲張り欲張り、俺それは本でいいと思う、ね、で今回欲張り方法でいきます、はい、いろんなものを入れたい、はい、いろんなものを形をあれしたい。でやってみるといいと思う。でやってみるとあれこれ入れすぎたって気づくと思う。あれこれだけ伸びてこれ全然なってないやん。これが勉強なの。だから何事もやってみること、ね、数多くてもいいから、ね、だからもっこもこにしよう今回は。はい、分かりました。でまず購入さします、はい、購入ね。でこういう風なあんまり土をたくさん必要としない場合は僕何度も言いますけどいい土を買ってください。でいい土っていうのは元肥入りの花と野菜の土、花の土だけでもいいです。元肥入りでもいいです。はい、いいやつを買ってください、はい、で土をまず最初にね、でこれ、ま、何度も言ってますけど高さ15センチぐらい以上ない場合は底敷きネットを入れる必要はありません。でこういう麻布で巻いてある場合は横からも空気通しますし横からも水が抜けるんで、正直なところ軽石は1個も入れなくていいです。で横から空気が入るからすぐ土が乾くんですよね。でも逆に言うとすぐ土乾くんでなるべくまんべんに水を与えてください。で植物にとってみればこういうココヤシとか、ね、そういったものでくるんであるのは一番いいやり方です。でもいいメリットとしては早く土が乾く、ね、だから根っこが伸びるのが早い。これがいいポイント。悪いポイントは水やりの頻度が増えるです。すぐ乾くから。ただ風がビュン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 吹いてるところだとこの土の中すぐ乾くんですよ。ここから空気通すから、わかりますよね。で水バーッとやっても横から水がダーッと流れるからすぐ乾く。これは植物にとって一番いいやり方です、はい、で最初に土を入れます。まあこれね元肥とかって入ってるものだったらちゃんと元肥入ってるものを最初にね入れます。簡単、もう本当に簡単、ね、こういう風にだいたい上から 10センチぐらいまで入れます。上の部分から10センチぐらいこういう風にしてで入れます。で、その時にこういう風にね、
上からだいたい10センチぐらいです。で、この麻布ずれてくるからちゃんとね、落ち着くように、ちゃんとしっかりと落ち着くように真ん中くるようにちゃんと固定します。はい、で、まあね、まあこのちょっと動くんでね、ちょっと固定します。こういう風にね、あれ、はい、固定します。はい、そして何をするかって言ったら、 僕らはこっから見てるでしょね、ここで寄せ植えすると、ここが一番綺麗なポイントになるわけなんですよね。でも皆さん置く場所を考えてください。ここの位置に場所に置くということは、ここら辺のが一番綺麗でないとダメなんですよね。ね、わかるでしょね。これ床に置く場合だったら、ここが綺麗でいいから、ここを目安にしてここの目線で作ればいいけど、ここに置く場合には、ここにですね、置く場合は目線はここに行くんでね、ここをきれいにしていくわけなんですよね。そういうことを覚えておいてください。はい、で、あとは簡単です、ね、例えば垂れ下がるもの、垂れ下がるものは周囲です。この周囲、モコンとなるやつはなるべく真ん中です。覚えておいてください。だって周りから垂れ下がるわけですから、だーっと、わかります？だから垂れ下がるもの、まず最初に何でもいいです、 IB をこう一応仮置きします。仮置きね。で、葉っぱと形が違うもの、隣にこうね、だいたい5センチから10センチ離らかして、こういう風に置きます。はい、次に垂れ下がるもの、まあリシマキア、ちょっとね、ちょっと色が違うもの、こういう風に置きますね、5センチぐらいで、またちょっと垂れ下がるものね、で、色の違うものをこういう風に配色しておきます、ね、全部垂れ下がるものです、はい、で、次にまた、ね、垂れ下がるもの、ここね、ここ花ばっか揃ってるから、まあ、これちょっと位置ずらして、ここにしよう、これ花が咲きますから、花咲くものこっちやる、形違うでしょ、色も違うわけなんですよね、こういう風に、ね、で、ここ隙間あるから、ここにも、色の違うグレコマっていうものをこういう風に入れてきます。わかりましたね、こういう風に周りから攻めていきます。で、真ん中に不安となるものをこういう風にセッティングします。こういう風に、これがこんな感じです。で、するとドンと見た感じ、横から見ると分かります、真ん中へこんでるの分かります、真ん中まっすぐなんですよね。と、こういう風に上がると、ここの部分見えなくなるの分かります、ここの真ん中の部分、水平やから。だから真ん中を、土を盛り上げてから乗せるっていうやり方です。はい、ね、で、ザザザッとやっていきます。もうここからすごく簡単です。ポイントとしては、取ります、ね、で、もう動画ちょっと短くやっていこうね、これからね、はい、で、さっきも言いましたけど、真ん中を盛り上げるっていうことです。真ん中を盛り上げて、真ん中のポットを上に出して、周囲を低くすればこういう形になりますから。で、すると高いところに置いても花が見えますよってことなんですよね。ですから真ん中を盛り上げます。真ん中をこういうふうにね、真ん中をぐぐっと盛り上げるんですよ。こういうふうにね、ね、こういうふうに、こういうふうに盛り上げておきます。で、先ほどのように、周囲にこういうふうにポットを取りながら、こういうふうに植えていくだけのことです。そんなに難しくないです。こういうふうにね、こういうふうに植えていきます。こういうふうにね、はい、それではやっていきます。まず最初にこのハンキング、ね、これね、ハンキング、花網、これちょっと後でつけます、はい、で、入れます、土を入れます。だから上から10センチマグアンプケ元ヒ、ね、これね、混ぜます。そして真ん中を上げる、
周りは低く、IB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 、グレコマ、グレコマ、ホームス、名前忘れた。ヒデンス、この汚い葉っぱ取ります。トレニア、トレニア、根が回ってない場合はそのまま、チェッカーベリー、根が回ってる、すごいなんか不思議、ちょっと上げる、
完成。